それでは3週目のレクチャー行ってみましょう。前回はこのポーズで終わりました。そしたらこのまままず右の足前にキックします。で真ん中について後ろ、はい。でこの時にちょっとジャンプをする感じでトントントンステップしていきたいです。これ2回いきます。1、2、2、はい。そしたらこのまま左の方に一気に向けながら3回キックするんですけど、1、2、3、キックしたらこのまま右の足に左の足寄せながらまたこの手をぐーっと準備していって思いっきり上に上げていきます。はい。でこの時に左の足はこちら右側の方にぐーっと、はい、進んでいってこのままポーズをします。で顔を右回しぐーっと回してきたらこのまま足を閉じながら右手ぐー上にパンチしていきます。でこのままクラップで右ステップステップ、はい。そしたらこのさっきのこのサイドのステップをずっと保ったまま1回2回やったらこのまま右手スーッで左の手は頭の上を通って次反対をやっていくので一緒にやるとまず2回クラップしたらこのままスーッと流してスーッと流して、はい。でこれもう1回いきます。クラップをしてもう1回スーッと流すスーッと流す、はい。そしたら次は手をグーにしながら右回しを4つ回したいんですけど上からどんどん徐々に下の方に下ろしていきたいです、はい。で右に4つリズムを取っていきます。1、2、3、4。そしたら次反対左回しで左にリズムを乗せます。1、2、3、4、はい。そしたらこの右にスーッとスライドをしたときに左手手のひらのこのパー下の方にちょっと置きながらスーッとスライドします。で次反対スーッとスライドでこのまま右の膝をこの手の方に当ててきてグッと前にキックしたら一回しゃがみます、はい。でこっからパッと開いた時に手も上に上げていって手のひら外側になります。グッと下ろしてきたら最後は手を手のひら前にして、はい、最後ポーズしてここまでです、はい。それではさっきのところをカウントでいってみましょう。いきます。じゃあここからいきます。Your arms are